この距離は男子 800m 競走準決勝最後の組第3組の出発です。1レーンを分けまして第2レーン鈴木くん、那須国陽、第3レーン池田くん、国学院栃木、第4レーン池添くん、佐野日大、第5レーン田中くん、小山西市、第6レーン星君、作新学院、第7レーン宮田君、白鴎大足利、第8レーン石川君、宇都宮工業、第9レーン佐々木君、大田原、以上8名の出場です。最後の組、第3組が出発いたしました。組、3組2着プラスに行われています。16と掲示されました。ここの差まで来たんだけどさ、それでは男子 800m 競走準決勝結果につきまして1組から3組まで続けてご連絡をいたします。まずは第1組、1着5レーン梅沢君栃木、時間1分57秒16、2着4レーン石渡君石橋、1分58秒24、3着8レーン堀江君モーカ、1分58秒64、4着7レーン海老沢君那須拓陽、2分01秒11。続いて第2組の結果です。1着5レーン福方君佐野日大、時間1分55秒48、2着7レーン藤原君作新学院、1分55秒56、3着6レーンロフェス君小山稲見、1分57秒23、4着3レーン桜井君那須拓陽、1分59秒31。続きまして
最終組第3組の結果です。1着5レーン田辺君小山西、時間1分57秒86、2着4レーン池添君佐野日大、1分59秒57、3着7レーン宮田君加工大吉から2分0秒73、4着8レーン市川君宇都宮工業、2分1秒 1.5